泉洋達夫は大阪府泉佐野市出身で、時津風部屋に所属した大相撲力士。本名は山形達夫。最高位は西前頭6枚目。現役時代の体格は176センチメートル103キログラム。特異種は左四つ、寄り、突っ張り、押し、下手ビネリ。1949年、21歳で時津風部屋に入門。 同年10月場所で初土俵を踏んだ。この場所、番付外と新情で高成績を残したため、翌年1月場所では序の口を飛び越して、いきなり序二段に着いた。ちなみに、当初の個名は本名でもある山形であった。1953年1月場所、番付についてからわずか3年、所要11場所で重量に昇進。1954年5月場所で、 新入幕を果たした。その後は幕内の注意会で長く活躍した。小柄だが筋肉質の体で突っ張りからの両端押しを得意とし、左四つに組むとひねりや切り返しがある技能張り騎士だった。1962年9月場所後34歳で廃業。廃業後は郷里の泉佐野市内で相撲料理店を営んだ。 彼が鳥的だった頃は戦後であり大相撲全体の力士の数も少なかったので幕下大下も連日取り組みがあった。そのため、ジョニダンから廃業まですべての場所で15日間相撲を取るという珍しい星取り表を残している。1960年1月場所において後の横綱、大砲後期が新入幕で初日から11連勝した際の初日の相手だった。 ABCDF e ベースボールマガジン社、大相撲名門立電シリーズ、時津風部屋 P26、右足首関節捻座により10日目から、途中休場。ありがとうございます。